2018-19 V1 リーグ女子イースタンカンファレンスの日立リバーレ対 PFU ブルーキャッツの一戦をお送りします。さあパスは乱れた、チャンスは日立、ここはレフト長内が決めていきました。ライトからエバター、もう一度今度はレフトに振る、ブロック、レフトから押さない、上がっています、もう一度今度はどうするか、もう一度レフトから押さない、24対19、エバタのバックダイレクト、チャッチオン、前、さあチャンスだ、 PFU ドリブルで切った、さあ帰って押さない、ワンタッチ、あーっと、ここなんですよね、25対22、第1セットをまずは日立リバーレが取っています。サーブアドリス、サービスエース、盛り上がります。バタが落としていきます、さあ丁寧に島畑からチャッチオン、24対19、セットポイント PFU、 ドリスが決めました、25対20、 PFU セットを取り返してセットカウント1対1です。さあアンダーでのトスになります、チャッチオン、ブロック、山下からここは返すだけ、小野寺のトスは押さない、フォローができなかった、レフトに持っていきます、渡辺の強打が決まりました、25対18、第3セットを日立が取ってセットカウント2対1、勝利に王手をかけています。和田のパスから山下、バックアタック、チャッチオン、決まりました、上がっている、決まった、決めましたね。ブロック。エバタを止めました。日立が3連続得点で逆転。次の1点が勝負やぞ。和田が拾って、エバタがチャッチオンに持っていきます。アウトの判定です。ブロックタッチ成功、当たったってことですね、そうですよね、当たっているという判定になりました、髪の毛か、髪の毛に当たったってことですね、あ、本当ですね、なんという珍しい、レフトから押さない、ワンタッチを取った、山下拾って丁寧に送る、さあここで決めてきました、菅直、追いついた PFU、 サーブ崩れた、日立ボール、ブロックアウト、日立の形、これですね、サービスエース、ここで決めました、マッチポイント、
セットカウント3対1、タチリバーレが BFU ブルーキャッツを下しています。昨日の試合とか終わってからみんなが、私がトスを上げやすい状況を作ろうって話してくれていて、それに助けられて勝つことができました。